はい、どうもこんばんは、木澤です。今日もですね、平日うち帰ってきてから収録をしています。ちょっと今日お話しするのは、作家のですね、杉山浩一先生、お亡くなりになられたということでね、ご冥福をお祈りいたします。杉山浩一先生っていうと、もうやっぱり我々世代だとドラゴンクエスト の曲ですね、ということですごく印象深いんですが、かなりもう昔からの音楽やられてる方 で、実はですね、私一回お会いしたことがあるんですね。お会いしたと言っても、あっちはもちろん私のことなんか覚えちゃいないですけども、まあ、そこの時のね、エニックスでのお話をしたいなと思ってるんですけども、実際杉山浩一先生と会ったのはエニックスの、ね、パーティーがあったんですけど、そこでちょっとお話をさせてもらって、まあ、ちょっとプログラム組んだりするんですよって話をしたと思うんですけどね、あんまり会話をしたっていう記憶はなかったんですけど、なんかこの人がすごい人だと。で、目の前に中村浩一さんとのチュームソフトの中村先生ですね、ドラゴンクエストのプログラマーですね、あと堀井雄二さんとかですね、そういうそうそうたるメンバーと一回お酒を飲んだことがあるっていう、パーティーの席で、ちょっとパーティーの場所でね、ちょっと席一緒になったことがあるっていうところなんですけど、なんで私がそのエニックスに出入りしてたかっていうとですね、ちょっとだけね、働くっていうかね、学生時代の話なんですけど、ちょっと関わったことがありまして、まだエニックスがですね、スクエアとか一緒に乗る前の、時期的にはドラゴンクエスト2を出した後ですね、ぐらいに、ちょうど私も大学生だったんですけど、新宿の雑居ビルの4階とかってワンフロアですね、ほんと雑居ビルですよ。今みたいにご立派な世界のエニックスじゃなくてですね、世界のスクエアエニックスじゃなくてですね、本当に新宿の雑居ビルの中にあるもうソフト会社だったんですね。行くとパソコンがね、8ビットパソコンがずらっと並んでて、でプログラマーの方がちょっと出入りしたりとか、あともう事務所にやられてる方とかね、そういったの、事務所があってとかですね、そんなとこだったんですけど、その時ね、エニックスが、君もゲームプログラマーを目指そうとか言って、各ゲーム作家の方を先生に講師にして、5人だったかな、5人だったか10人いなかったと思うんですけど、生徒を募集したんですね。エニックスゲームプログラミングスクールだったと思うんですけど、で5日間その各ゲームを作った講師の方がですね、お話をいただくっていうところ で、森田将棋の森田さんとかね、あとは中村浩一さんとか、堀井雄二さんとかね、いう方が、その方の作ったゲームの話だとか、こうやってプログラム組みましたとかね、そんな話をね、講師としていただきました。具体的にこういうふうにプログラム組むんだっていうところもちょっと私期待してたんですけど、そうじゃなくて、こういう考え方でゲームプログラミングに臨んでみますっていうようなね、ちょっと考え方のお話でした。ただだからちょっとね、技術的なこと話するのかなっていうところもあったんですけど、すごくお仕事でゲームプログラマーをやられてるっていう、本当先駆けた方のね、お話を聞いてよかったかなと思ってました。で、当時大学生だから20代の、21、2の頃ですよね。でね、募集があったんですけど、その大教室たくさん来てるわけじゃないんですね。本当さっきも言いましたけど、5人ぐらいだったと思うんですけど、応募して、で書類審査があって OK だった方だけ生徒に呼ばれたっていう、多分その5人の中に私1人選ばれたっていう感じで、だからその時の方はどうしたかな、他の方もいろんなゲーム興味ある方だったんですけど、私がだからその応募した時に富士通の FM7 を持ってて、こんなことやったりあんなことやってるっていうことをいろいろ書いたんですね。もう当時から調子こいてたわけですよ、こんな感じで。で、それを書いたら、ちょっといろいろやってるんですねっていう、当時の担当の方から電話があって、ちょっとじゃあぜひ来てくださいってことで、新宿のエニックスにですね、夏休み5日間通いました。まあそんなところもあって、でその後だったかな、多分ドラゴンクエスト2が発売になってもう大ヒットして、でエニックスの何周年かなんかだと思うんですけど、結構ね、新宿の京王プラザホテルかなんかでので、パーティーがあったんですね。結構ちゃんとしたパーティーで、立食パーティーですね。だから私もそんなとこ初めて行ったんで、勝手が分かんなくて困っちゃったことあるんですけど、まあそんなところでいろいろと皆さん担当の方とかお話して、で終わった後に二次会だったかな、今あるかな、新宿のドスパラのあるようなあたりの
なんか飲み屋みたいなところで、食事しながらお話したっていう。で、目の前にも中村浩一さんがいたっていうね、そういう話で。で、別に私がすごいわけじゃなくて、ね、中村浩一さんがすごいんですけど、まあそんなところで話をして、あ、そのゲームプログラミングスクールで、あ、君もゲーム作りたいんだねっていう話をしてました。で、その後に、じゃあ実際ゲーム作ってみますかっていうところで、企画書を出してくださいって言って、なんか私、横スクロールのシューティングゲームみたいな企画書を出したんですけど、担当の方からですね、いやー、キザ君、はっきり言ってつまんないねって言われてっていうところもあってですね。まあでも、やっぱり、ね、商売で、お仕事でやってるから、プロの世界ですから、そんなのは当たり前なんで、まあ私はその時はその時ですごくいい勉強になったと思うんですね。で、その後、まあまずじゃあちょっと、ツールを作るところから手伝ってくれっていうところがあって、FM7 用のね、グラフィックディータ、キャラクターを作る、動かすための、アニメーションを動かすためのですね、グラフィックディータを、作ってほしいっていう。で、デザイナーさんがいるんですよ。でね、当時ね、ファッツ・マイケルっていう猫の漫画があったんですけど、それとタイアップしたゲームを、FM7 用とか88用でもあったと思うんですけど、エニクスが出そうとしてたんですね。結果的にポシャったんですけどね。で、その時のキャラクターを作るデザイナーの方と、あとはそのグラフィックデータを作るっていうところが私担当してっていうところがありまして、でね、2週間ぐらいで FM7 でカーソルキーとスペースバーだけで操作できるようなですねグラフィックデータを作って持ってきましたね、よく作ったと思いますよ。あれね、夏休みで学校休みだったからですけど、本当に集中して作ってね、いや俺すごかった。いや、あれね、あんなに頑張ったのは生涯あれだけじゃないかっていうくらいすごく頑張ったことなんですね。で、持ってって、あ、で、動いて当たり前なんですよ、あっちにしてみればね。ただもうこっちは期日に間に合わせて、しかも動いたものを持ってったってことで、もうドヤ顔だったんですけど、まあまあそんなところがありました、ね、デザイナー方紹介してもらうときにね、打ち合わせの場があるんですけど、プログラマーの木澤さんですって、プログラマーって初めてその時言われてねすごい舞い上がったことがあるんですけど、まあまあそんなことがありまして、結果的にですね、そのゲーム自体も発売されないし、その後もなんかお話があるかなって言ったけど、なかなかなくてですね、それとちょっと私大学が東京、こっちじゃなかったんです、東京って今この首都圏じゃなくてちょっと地方の大学行ってたんで、夏休み終わったらその地方のにね、福島に行ったんですけど、福島の方に下宿で戻っちゃったんですね。で、結構そのやり取りをフロッピーディスクを封筒で送って送り返してっていうやってて、なかなかそれでなんかレスポンスが悪いっていうこともあって、まあ、結果的にもう話も来なくなってしまって、まあ、それっきりになってしまったっていうことがあるんですけど、まあでもあの時の親とか、あと大学の先輩から言うと、お前その学生時代そのプログラマーでね、ゲームソフト会社に入りつだったら多分学業おろそかになるし、お前下手したら留年とかするぞっつって、ちょっとお前気をつけろっていうのはね相当言われまして、まあ結果的にポシャっちゃったってこともあって、それについてはね結果的に良かったのかなと思いますね。やっぱりちゃんと学生時代ちゃんとかどうか分かんないけど、ちゃんと勉強して卒業しましたんで、まあちょっとただ今もと東京の大学行っててそういったこともできたらなんかまた違ってたのかなっていうところは正直ってありますけど、まあそんなことがあったっていうところで、まあちょっとすいません、杉山浩一先生に話を引っ掛けてですね、ちょっとエニックスの話をさせてもらいましたけど、そんなことがありました、ただやっぱりなんていうのかな、厳しかったですよね。やっぱり学生時代で初めて社会人のプロの人と関わることのなんか厳しいなっていうのはすごく身をもって感じたところはあります。だからすごくそれは何も成果はなかったんですけど、ね、せいぜい成果があったら今こういうふうに思い出話をするネタになったぐらいなんですけど、良かったのかなと思ってます。担当ね、保坂さんという方だと思いますね。まあ多分もう今何年前だ、ドラゴンクエスト2だったから1987年8年ぐらいですかね。何年前だ、だから34年前か。まあ33年とか34年前の話ですね。うん。エニックスさんだから本当新宿の雑居ビルの4階にね、ちっこい会社だったんですけどね。まあ今じゃ本当すごい世界のゲームソフト会社になりましたけど。
そんなこともあって、まあ、いろいろねそういう楽しい思いもしましたんで、まあ、結果的には良かったのかなと思ってますけどね。でもちょっとなんかあそこでまた違う方向で頑張ってたら他の方向に行ってたかもしれないなっていうのはちょっと思いますね。今いろいろこう人生分かれ道っていうかね、そういうのがあるかなっていうのはちょっと今思っています。はい、そういうことでね、すいません、ちょっと今回はあんまり、マイクロソフトネタはなかったんですけど、まあ、こういったね、パソコンに絡む話とか、マイクロソフトの話とかちょっとだけカメラの話とかもしていきます。ぜひまた見ていただければなと思ってます。ではじゃあ近いうちにですね、今度は OMZOX 編集部の話をしたいと思います。有名なとかの西川善治さんって今、ね、バックスペース FM とかで、まあ、あとライターさんとか非常にも有名な素晴らしい方ですけど、西川善治さんとはねお会いしたことないんですけど、同じ時期に編集部にちょっと入ったことが多分あって、ひょっとしたら顔合わせてたかもしれないなという話を、ちょっとまた別の機会にしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ではまた。どうやって